どうもこんにちは、小田です。今日はですね、その缶詰備蓄してて大丈夫ですかという話をしていきたいと思います。このチャンネルではいくつか備蓄、これおすすめですよという缶詰について紹介をしてきました。ある日のコメントでですね、その缶詰は私はちょっと高いので別のにしましたとかって書いてたんですよ。いや、まあ気持ちはわかります、気持ちはわかりますし、それも僕は間違ってないと思うんですが、勘違いされたら困るなと思って、要するに高い缶詰だったらいいのかとか、そういう話ではないんですよね。それの方が美味しいよという話ではなくて、これを要はですね、食べ続けると危ないですよというレベルの缶詰を取っちゃうと危なくないですかという話なんですね。いわゆる備蓄生活というものがもし始まったとして、そしたらですね、デトックスをする野菜とかそういうものもですね、やっぱり減ってくるんですよ。ですので、できるだけ入れるものに関しては毒少ないものにした方がいいんですよね。だから最終的にどう考えても40円1個高いとか結構あるんですけど、缶詰とかでも、これ10個買うと400円ってなるとそうかなとかって思って、添加物まみれのものを買っちゃうという選択をした場合ですよ、実際にそれ備蓄してみんなで家族で食べたりとかして、その時にですね、なんか体調悪いんだけどみたいなことになったらいかんではないですか。ということでですね、これからの缶詰を備蓄する時で結構です。もちろん買っちゃったっていう場合はですね、一つ方法をこれからお伝えしていきますけれども、まあ、それは一旦置いときましても、まずこれから買う缶詰に関して最低限これが入ってるもの、あるいはこの基準のものに関しては怪しいと思って、これはできるだけ避けるっていうことをしておくということをお勧めします。だってね、やっぱこれから備蓄をしなきゃいけないタイミングだと思って、せっかく買ったものがちょっと嫌だったら嫌じゃないですか。ということで、お話をさせていただきたいなと思うんですけれども、この成分が入ってるものは危ないというものをこれからお話をします。まず一つ目はですね、これはみんな知ってると思うんで、知ってる人は知ってる、知らない人はっていうふうに思うような、まあ、ものだと思うんですけれども、まあ、これはね、小手先ですね。小手先、最初の練習、これは皆さん知ってると思いますが、はい、これが入ってる缶詰はまずいぞというものなんですが、アミノ酸等でございます。ただのアミノ酸じゃなくて、アミノ酸等というふうに書いているものですね。これは簡単に言うと味の素であって、ちょっと旨味調味料で、あんまりね、食べ過ぎると脳に支障をきたすというものでですね、結構ね、日常生活のいろんなものにアミノ酸と入ってますんで、これを完全に除去するのっていうのは結構難しいっていうのは分かってる前提で言うんですけどね。なんだけど、やっぱり缶詰とかに入ってるとこれ逃れられないからね、結構まずいと思うんですね。もうアミノ酸とはできるだけもちろん外した方がいいんです。ただまあ現実的にね、いろんなものに入ってるからどうしても逃げられないんですっていう方もいらっしゃると思うんですけど、できるだけ避けた方がいいですよ、一応ね言っておきますけど。そのアミノ酸と結構入ってる缶詰多いんですよ。スーパー行ってちょっと今回調べてみたんですけど、意外と入ってるなみたいな、買えないよみたいな感じで、買えないもの結構多かったですね。僕にとってですけど。でもね、やっぱりこれ本当に体に良くないので、アミノ酸等を抜いた生活をやっぱりやってくると、アミノ酸等入ってるなっていうのは一瞬で分かるようになるんですよ。これ味覚の変化じゃないけど、皆さんもどうですか？外してる方はね、分かると思うんです。外してる方は外したものじゃないや、普通のアミノ酸が入ってると、ああ分かるみたいな感じなんですよね。そんなことがありますので、アミノ酸等が入ってるものはできるだけ避ける。これなんで悪いかっていうと、まあ、いろんな意味で本当に悪いんですけど、この味覚障害が起きちゃうんですよね。味覚に関して非常に刺激が高い中華料理症候群っていうね、中華料理にたくさん味の素的なものを入れるんですよ。でそれによって味覚があまりにも強すぎて、それで病気になって倒れたみたいな、一回そういう現象があって、治療じゃないけど、そのあまりにも入れすぎて倒れたっていう現象があってですね、それぐらいですね、ちょっとジャンキー性があるんですよ。麻薬性があるので、非常にですね、このアミノ酸等に関しては注意していく必要があります。それがね、やっぱり備蓄食になってくると、これから逃れられなくなってくるので、いわゆるジャンクフード食べてるような状態になっちゃうんですよ。これはできれば避けた方がいいんじゃないかなということでございます。で次ですね、次は増粘剤です。
で増粘剤はいわゆるとろみをつけるために結構な缶詰に入ってる感じがしますね。パッとスーパーで見たらね、いろんな缶詰バーッと見たんですけれども、そうじゃないスーパーもあると思いますよ。なんだけどやっぱあるんですよね。これは何で作られるかっていうことなんですよね。これはいわゆるトウモロコシで作られます。でこれによってとろみをつけることができるんですね。まあ片栗粉でつければいいんじゃないかと思うんだけど、片栗粉じゃなくて、これって一体何かと言いますと、何のトウモロコシかというとですね、農薬たっぷり遺伝子組み換えのトウモロコシです。ですので原料がやばいっていう話なんですね。で原料がやばくって、それに対してまあいろんな農薬が大量に入っていて、そしてさらには遺伝子組み換えなので何なのか一体分かりませんよねっていう話があるんです。ですのでやっぱちょっとそれは怪しいんじゃないかなということですね。あれ増粘剤って入ってるから、なんか別にただちょっとネバミをつけてるだけでしょってみんな思いがちじゃないですか。思いがちなんでどうしてもスルーしがちっていうか、まあいっかなみたいな感じになっちゃうんですけれども、それは危ないんで注意をされてください。この増粘剤いろんなものに入ってます。乳化剤とかもそうなんだけど、添加物の罠でして、いろんなものを混ぜてですね、増粘剤とか乳化剤とかっていう名前にしていろんなものをその中に置くことができるんですね。だから本当にこれは注意してください。なので缶詰よく入りがちなんだけどダメなものに関してはアミノ酸等と増粘剤です。はい。で次はですね、 EPA というものをその缶詰の会社メーカーが意識してるかどうかというのが一つ重要なポイントになってきます。結構ね、安かろう悪かろうの安いものの缶詰の中には BPA そのまま使われてる可能性あるんですね。でもかなり海外とかではこの BPA が入ってる缶詰っていうのはかなり基準値が高いんですね。だからこれ以上やっちゃいけないみたいなものがあるんですけど、 BPA って何か皆さんご存知でしょうか。 BPA っていうのはですね、缶詰の酸化を防ぐ、要するに錆止めなんですよ。だから船の底の錆止めとかに使われているような錆止めがあなたの缶詰の中に入っているかもしれないっていうことなんですね。錆止めいろんな成分の中に溶け込んでいてですね、私たちは缶詰と一緒に錆止め食べてるかもしれないってことなんですよ。かなりこれに関しては実は問題になったことがあって、こういうのやるとね、物売れなくなるじゃないですか。そういうあの問題がある食べ物を売ってたっていうのが問題になるとあれなんですけど、日本ってこういうのってうやむやにする大得意な国なんで、うやむやに結構なってるんだけど、結構意識的なその缶詰のメーカーに関してはこの BPA ですね、ビスフェノールっていうのがあるんですけど、このビスフェノールっていうのを使わない不使用の缶詰、あるいはかなり基準をこの高くして BPA はほぼ使ってない状態になってますよっていう形のメーカーもあります。そういうね、いろんなメーカーは取り組んでること多いんですよね。いくつかのメーカーに関してはですね、この BPA 使いませんよ、できるだけその基準値めくってますよって形になってるんですけど、だからまあ創栄社とか、まあ伊藤食品とかね、あのいろんな会社さんがそれについては削減、そして絶対使ってないみたいな感じで言っているところは多いんですよね。だけどそれを無視して結構そのまま使ってる場合あると思うんですよね。要するにプラスチックみたいなものが缶詰のコーティングの中に入ってるんですよ。内部コーティング剤ですね。ですのでそれを食べるとですね、フェノールなんで、もうこれはですね体に溜まっちゃうんですよ、毒物として。だからそのいわゆるその不妊症の元になったりとか、いろんな形で缶詰のやつに関してはすごく影響を与えるんですね。特にお子さんとかその胎児がいる場合とかね、生殖器に溜まったりとかもする、そういう危ない毒性が高いものがメーカーによってあるってことなんですよ。これ表示義務ないのでそういうことって書いてないんですけど、だから結構難しいんですけど、缶詰の裏見てもわかんないみたいな感じなんだけど、だからやっぱりこれむしろメーカーをちゃんと見るっていうことなんですよね。メーカー見てこの BPA が入ってるか入ってないか、そのメーカーと BPA を検索すると BPA 不使用、そういうのできるだけ使わないようにしてますっていう風にホームページに大体歌ってあると思うので、いいメーカーのものに関しては大体そう書いてあります。そうじゃないメーカーに関してはちょっと怪しいんじゃないかなという風に思うということでですね、あのできるだけ、まあ、これに関してやっぱり消費者は賢くなっていかないといけない。やりたい放題なんだから、食品を扱ってるところに関してはですね。なのでそこにやりたい放題にさせないということは非常に重要になるかなと思っております。であとはですね、もしそういうのも買っちゃったよっていう場合、じゃあどうやってそれ食べればいいですかっていう方もいらっしゃると思うんですけど、その場合はですね、一番簡単なのはまずは汁を捨てる
ていうことですね。汁に結構溶け込んじゃってるんで、もちろん具にも溶け込んでますよ。であとはちょっと煮沸するとか、まあ、それぐらいをやってみると、まあ最低限の防衛はできるのかなと思います。基本的にはまあタンパク質を摂るということがメインになってくるじゃないですか。だから溶け出したものに関しては栄養だ栄養だと思って別に摂る必要ないんですよね、まあ、そもそも例えばサバ缶なんかに関してもですね、EPA っていうすごくあの頭とかホルモン的にね、痩せホルモンに入ってますよみたいな感じで言うけれども、結構入りすぎてるんで、そんなね煮汁とかは全部1個食べるっていうのはあんまりね、なんか筋トレして激しくエネルギー使ってますっていう方じゃないと、1個丸々1人に関してちょっと量多いぐらいなんで、汁とか全然捨てて食べて大丈夫ですよ。まあ家族で分け合って食べるぐらいが僕はベストかなと思います。ということなので、これまでですね、ちょっといろいろ缶詰の危険な成分、そしていろんな裏側、いいメーカーと悪いメーカーがありますよみたいな緊急対策についてもですね、お話をさせていただきました。ということでですね、缶詰適当に選んだら後で結構後悔しますので、以上の留意点を気をつけてですね、ぜひ缶詰備蓄ライフ、結構あのいろいろと楽しめますので、いろんなものを缶詰を楽しんでいくためにもですね、ぜひ注意して缶詰をたくさんね集めて備蓄していくということをお勧めいたします。はい、ということでですね、面白いなと思っていただいた方はですね、ぜひ高評価ボタンを押していただけると幸いです、励みになります。そしてですね、初めて見た、あのこの子はいいこと言ってるとかですね、チャンネル登録し忘れてますよっていう方、チャンネル登録コメント欄の方にありますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の番組でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。